はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、リスナーさんがまたしても、カンパをいただきまして、そしてこのね、日本酒の白龍というのを、レビューしてくださいというのがありました。ので、今日はね、これを紹介します。純米酒と書いてあって、新潟の酒とも書いてあります。アルコール度数が15度。原材料名が米、かっこ新潟県産と、米麹、かっこ新潟県産米と。精米歩合が60%。こちらが1.8リッターで、値段が、Amazon で2800円ぐらいですよね。こちらが白龍酒造株式会社。新潟県の阿賀野市の、会社です。あ、阿賀野か。近いですね。地元近いです。地元より、ちょっと一個隣です。それではですね。飲んでいきましょう。うわ、開かない。これ開けるの大変なんだよな。開いた。マジであれだな。このリスナーさんがですね、アマゾンのギフト券を1万円分ね、いただきました。本当にあれだな。みんな、儲かってんな。ということで、乾杯。ちょっと甘い。甘いかな。まあ、純米酒ですからね。米しか使ってないわけですよ、結局。醸造用アルコール。普通酒とかだと醸造用アルコールを使うんですけど、まあ、純米酒なんで、それ使ってない。米100%ですからね。なんかね、後味で、なんか酸味があるんですよ。酸味が。白龍と。新潟、白龍。結構酸味が強いです。あんまりあれだな。なんか、酸っぱい。酸っぱいですね。非常に。非常に酸っぱいです。こちらが、この純米酒だけじゃなくて、本醸造酒の方もあるみたいです。やっぱね、後味で酸っぱいわ。間違いなく。間違いなく酸っぱい。タイプが辛口。
原料米および精米歩合が、500万石という有名な新潟の米ですね。酒造公的米ってやつでしょ。普通に食べるのじゃなくて、酒を作るためだけに、品種改良されたやつね。日本酒度が、プラス3。なんで辛口ですね。酸度が1.5、アミノ酸度が1.2。おすすめの飲み方が、冷やしてと、ぬる燗と書いてあります。個人的に、あれっすね、純米酒ってあんまり好きじゃないんですよ。金をもらって購入しといて、飲んでおいて悪いんだけど、あれですね、純米酒はね、好きじゃないんです。だけど、ほら、よくあるじゃん。なんかさ、結局金もらってさ、CM とかするわけでしょ。で、それでまずいって言えないんですよ。だけど俺は言う。俺はね、本心をつ、あの、伝えます。酸っぱいです。酸っぱい。ちょっとあれっす。ぬる燗ぐらいにして飲んでみよう。口に入れた瞬間から若干甘さがあるんだけど、そっからこうぐわーっと酸味がきますね。一応この純米酒じゃなくて普通の本醸造とかもあるんで、俺的にいわゆる安い舌なんで、普通酒とかの方が好きなんですよね。普通酒とかの方が好きなんですよね。やっぱ酸っぱいな。酸っぱいな、マジで。酸っぱいな。本当に酸っぱい。これはダメだな、これ。これは、まずいです。普通酒とかに比べてね、酸味がね、はるかに強いのと、旨味っていうか、甘みっていうか、そんな感じのやつがない。はっきり言って。ないですね。もうはっきり言うと、もう、酸っぱいっていう感想しかない。出ない。酸っぱいっていう感想しか出ないもんね。いや、あれなんですよ。結局、俺みたいなね、人間の舌はね、普通酒ぐらいが一番、うまいんだ。ぬる燗にしてもあれだな。酸っぱいな。酸っぱいな、これ。ロックって書いてあったから、ちょっとロックもしてみるか、一応。違う、冷やしてが二重丸じゃないから、ロックは普通の丸って書いてあるけど。もう酸っぱさでね、口の中がね、ギュッてね、閉まるんですよ。すぼむっていうか、
梅干し食べた時みたいにしゅぼってしぼむんです。これはまるっきりうまみがないですね。酸味しかない。もう酸味しか感じない。もはや。これロックで飲んでみよう。ロックで飲んでみよう。完璧。ロックにすると、まあ、だいぶマシになるね。だいぶマシになる。酸味が。だけど、やっぱり、甘さとか、米の甘さとか、うまさみたいなの、1ミリも感じない。で、水みたいな、日本酒っていうか、酸味が後にちょっとバッて出るぐらいかな。まあ、常温で飲むよか、こっちの方が美味しい、とは思う。常温で飲んで、ね、缶とかで飲んでも、酸っぱいだけですから、これ。マジで申し訳ねえよ。申し訳ねえけどね、これ本心を言わせてもらう。まずい。まあ仕方ないよね。みんなあれだよ。十人十色だから。人のね、酒のね、好き嫌いなんでね、十人十色なんで。仕方ねえと思う。もうね、あれですね。芋焼酎と日本酒、最近、まあ日本酒が非常に、ね、冬だからっつって飲んでるんですけど、なんかね、日本酒がね、
飲むとね、とんでもなく甘く感じてますね、今。もうなんか飽きてきてる。完全に。もう飽きた。もう日本酒飽きた。本当に。芋焼酎もね、すげえすぐ飽きるんですよ。甘いんで。うん。でね、結局ね、何がね、一番いいかっていう話なんですよ。酒で、飽きないで飲めるものって。これがね、ビールなんです。生ビールなんです。もう飽きが来ない。で、冬でも、夏でも飲めるんですよ。うん。まあな。いわゆるピルスナー的なやつね。だから、ペールエールとかじゃなくて、もう日本の代表格のスーパードライぐらいの、ペールエールじゃない、なんだっけ、ピルスナーね。やっぱね、日本人はピルスナーです。日本人はね、ほんとペールエールとかね、合わねえんだ。大体。いや、たまに飲むときはいいんです。別に。ただね、常用するってなるとね、絶対飽きてくるんですよ。確実に。ペールエールばっか飲んでたら。でもね、不思議とスーパードライとかね、キリンラガーとかね、全然飽きないですよ。あれは。すごいもんですよ。すごいもんだよ。日本のさ、ビールってさ、まあ、なんでもそうなんだけどさ、そのさ、日本っていうさ、日本のビールっていうのはピルスナーっていうその、スタイルなんですけど、やっぱそれがすげえ売れてるし、ね、やっぱ常用するのに一番いいんだ。うん。だから秋が来ないですよね。うん。秋がね来ないんです。で、ウイスキーとかに比べると。ウイスキーってハイボールじゃないですか。まあ、ストレートかハイボールとかになるでしょ。ロックか。で、冬だと、ハイボールって、氷入れるでしょ。まあ、ロックもそうなんだけど、氷入れるじゃないですか。だからね、ビールは別に氷入れないでしょ。いわゆる冷蔵庫に入れといて、だいたい5度ぐらいか。5度ぐらいに冷やして、ね、するでしょ。だからね、ハイボールに比べるとね、はるかにね、冬でも飲めるんだ。だって5度ぐらいだもん。そのビール5度ぐらいでしょ。ね。当然氷入れたら、かなり冷たくなりますよね。うん、5度より当然下回るでしょ。だからね、ハイボールとかね、冬に飲みたくねえんですよ。で、かといって、ウイスキーならどうだって話になるんだけど、ウイスキーは、度数が高いんで、まあ、ストレートで飲むっていうのも、ちょっと最近厳しいんです。うん。まあ、だから、まあ、水割りぐらいかな。うん。飲むとしてね。で、やっぱり、最初の一杯目はやっぱビールなんですよ。やっぱね、ビールってすごいんだわ。やっぱり。うん、
酎ハイとかよか、まあ、ビールってすごいんだわ。結局のところ。もうね、この日本酒を飲んでるとね、口がね、あのね、もうなんか喉乾いてくんだよ。なんか、すごい喉乾いてくるんですよ。すげえ。すげえ喉乾いてくるんだ。マジで。なんかこう、やっぱほのかに甘いとかさ、そういうのだよね。多分甘いんですよ。他の酒に比べたら圧倒的に甘いんですよ。ちょっと熱燗でやってみよう。やっぱな、喉乾いてくる。でもビールだったら喉乾かないんですよ。結局。そこなんだろうな。なんか、大人になると、まあ、男か。男は、大人になると甘いもんってあんま食べねえんですよ。それと似てるね。それに似てるんだ。熱燗でいただきましょう。乾杯。これはあれだな。これはあれだわ。渋い。酸っぱいを通り越して渋いんですよ。もうなんか、もうね、食堂のあたりがね、なんか、食堂のあたりにね、ものすごいなんか、もう喉のあたりがね、渋ーって言ってるわ。完璧に。俺の細胞たちが、ね、多分ね、渋ーって言ってるんだよ。もうなんか、なめくじに塩かけたみたいな、こう、縮むんです。渋い。非常に飲みづらい、これ、熱燗は。熱燗とんでもなく飲みづらい。これダメだ。これは熱燗にするもんじゃない。これロックがいいじゃん。これはね、ダメです。まずかった。いや、申し訳ねえけど、マジで。コク。甘み少ないです。香り。これはまずいな。うん。これは一つ星でいいわ。一つ星にしよう。いや、本当に申し訳ないです。いや、申し訳ねえんだけど、ね、金もらってレビューしときながらもう申し訳ねえんだけど。これはあれだわ。さすがに自分に嘘をつけねえ。2231です。ご視聴ありがとうございました。